皆さん,こんにちは本日は私からのおすすめの一冊ということで、じゃんこちらの、あっ、消えてしまう。こちらの、えーと、こちらのですね、石川和夫先生の会社員として生きる、この本をちょっとレビューしてみたいというふうに思います。 はいあのー、結構しゃべりたいことが多くてどこまでネタバレをしないすれすれのラインのところでお話ができるか微妙なんですけどちょっとねお話をしてみたいと思います。えっ、ー、とこの本をですね手に取っていただけるとこの角度が難しいな分かると思うんですけどこ,このね一番最初に書いてあるんです。 会社員を楽しむコツ、それは一言で言えば、どっちでもいいという精神を持つことです。いやー、この言葉、痺れましたね。<laughs> 本当に。はい。で、あのー、新年始まってね、また会社に向かっていて、今年は転職したいなとか、あのー、独立したいなとか、いろいろ考えている方もいらっしゃるかもしれません。で、私は、 あの自分は独立しているんですけどそもそも会社員の経歴が22年営業職やってからの独立なんで会社員としてやってたからよかったなと思うものもいいなと思う共感できることもすごいこの本に書いてあるんですよであのこれからね転職ないしは独立会議をしようという人にも絶対に知っててほしいでしかも選択肢は別に会社員として生きててもいいんですよ全然。 あの私自身が会社っていう枠がせ自分にとってちょっと窮屈だったのがあってあの当時はそんなに独立企業というのが当たり前ではない時代だったので、まあ、そういう選択肢があるんだって分かって、まあ、独立しようということはしたんですけどこちらの本の中に書いてあるようなあの会社員だが持ってるメリットとかそういうのもあるんですよ。ですからいいずれそういう時期が来る と思っていても、準備期間は仕事はきっちりこなす。仕事はきっちりこなすんだけど、そのプラスアルファの余暇的な時間を作り出した中で、次の勉強とかブラッシュアップするっていうのは、あの非常にこういいな。 っていうふうに思うんですよねあの特にここに書いてあるメリットの中にあの会社員は自分の仕事に集中できるこれは独立ししたた瞬間に分かりました私は営業職で割と部長職だったりしてたんであの経理総務とかの方っていらっしゃいますよねあと営業事務の方とかそうすると領収書とかはもう出しますよこうのりは貼って出すんだけどそこから先まではやらなくていいじゃないですか。一応会社のルールーで書類さえ出しておけば まあ、まあやってもらえるじゃないですかでそういうのがす、ね、べて自分だから切手を自分で買いに行くとか収入印紙を自分で買,買いに行くとか領収書を宛名書きを自分でしてとかはがき出してとか細々した雑務をやった時にあ,ありがたい環境で営業っていうパフォーマンスにやっていくことができたんだなっていうのはすごいね嬉しかったですねあと資金繰りしなくていいとかね資金繰りも会社はやらないといけないですからね。 であと大きかったのが会社員も行いをもらいながらいろいろ学べるっていうのもメリットで書いてあって実際にそうであの仕事のパフォーマンスは出します、えー、っと当然、営業ですからあの数字いかなかったらなんじゃそりゃって言われるので数字は出すでその代わり、えー、っとこの本にも書かれてるんですけど定時で帰る数字、なるべくいや定時で帰りたいんですよ帰るんだけどあの自分で勝手に。 残業しちゃってるときはありましたけど基本的にはあの学びとか趣味のための時間というのもしっかりあお給料を、ね、いただきながらそちらにも投資することができるっていうのはあの非常にいいあの環境だったなとうう思いますただ、一点自分の中でちょっと反省したのがねこちらの僕なんですけど移動や転勤も前向きに受け止めるっていうのが。 えっと、著者のね、石川さんも、北海道が大好きすぎてとかってあったんですけど、 移動、転勤ねきついんですよね、やっぱり。あの会社としてはルーティーンで違うところに行かせるとその人の能力がさらに生かされたりとか、まあ、あのよりスキルを上げるようにっていうふうに移転させる場合もあるんですけれども私の場合には、まあ、好きな仕事でやりたいっていうのを会社で叶えたいみたいに思っちゃってたタイプだったんで、まあ、移動、転勤とかした後そこが合わなさすぎると。 まあ、今のね、私だったらもうちょっと耐えるやり方とか考えたのかもしれないですけど、若かったんで、まあ、だったらやりたい職業あるから、まあ、やりたい職業がいっぱいありすぎて、<laughs> いっぱいありすぎて、あのー、まあ、そ次へ次へって転職をしていったタイプだったんですね。なので、あの、私、営業職で、あの自分が好きなものとか、いいなと思ったものは、高額商品でも売れるっていう。 あのまあ、変な自負があったので、まあ、営業職は潰しがきくなとか思っていたので、まあ、どこの会社でもやっていけるだろうっていう,ふうに思っていたのでさすがに、ね、50とか過ぎると会社員で転職ってなかなか辛いなっていう印象があるんですけどあの当時、ね、30とか40ぐらいは、まあ、あの営業成績とかが良ければほ、まあ、他でもね ああり得るよねまあ、会社の屋台物になるじゃないですか営業って数字を作るっていう意味でそういう意味では転職はしやすい環境だったなっていうのがもともとあったんであの会社員であることが悪いっていうことじゃなくて会社員のその立場を最大限にどう人生を充実させるために使っていくかっていうことが大事だなっていうことがまあ書いてある本です。 なので、会社員として生きろって言ってるんじゃなくて、生きる選択肢もあるし、ここです。あとどっちでもいい。だから自営してもいいよっていうことです。ただ、会社員でいるうちは、会社員の特権とかは生かした方がいいよっていうことがあのすごくね至難的に書いてあります。私若い頃の私がこれをちゃんと読んでたら、うん、もうちょっと違うあの感覚で会社勤めができたかな。 とは思いまますけどね、まあ、それでも割とこの本の著者の石川さんに近いような感覚を私はもともと持っていたのですごくうん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 っていうのを共感しながらやってましたなので結局会社にいてパフォーマンスを出してなんぼっていう部署にいたので、まあ、会社に何かを言いたい時にはまあパフォーマンスを出しておく。 うん、営業成績ももちろんそうですし出ないと単なる負けのと思えになっちゃうのでしっかり成果を出した上で改善案を会社に対して言っていく、まああのまあ、ちょっと、ね、若かったんでね部長とか、ね、社長とかに、ね、結構噛みついてたんでね。 そういう意味では生意気であの可愛くない部下だった可能性もあるんですけど、まあ、個性豊かにっていうこともこちらの方には書いてあるんですが個性があってとんがってるとある程度まで許されちゃうっていう状態が多分、私の状態だったような気がします。はいあのまあ、服服ととかもね結構好きな服着てて行ったんで,で、えっと、営業 成績が良かったんで、キャラクターで押し通しちゃってましたけれどもね。はいまあ、そんな感じでやっていたんで、昔の自分を見ているような本ですごい懐かしさを思いつつ、まあ、今の人で転職とか、これからどうしようかなって考えている人に関しては、非常にいい一冊の指南書になると思います。新年が始まってて改めてこうなんか どよんとした気持ちで会社に行くぐらいだったらですねやっぱりその行くっていうことと内容を自分で意義を見出して務めることができると会社員って結構いい職業だと思います。 とはいえですよとはいえ私もとード縛られることが嫌いなのであの自分で仕事を作りたいタイプだったんでもともと独立自衛が多分性格的に向いている自分で全ての責任を負うっていうことも OK でそれでも自分で時間を作り決めていく自由が欲しいタイプの人だったんでだいぶによるかなと思いますけれどもそれでも、あのー、いい内容今の自分の考え方立ち位置を えー、考えていくのに非常にいい本だと思いますので新年一発目2022年おすすめの本として、はい、紹介していきたいというふうに思います会社員として生きる石川和夫先生人生がどんどん楽しくなる働き方のコツということでこれ会社員じゃない方が読んでも全然参考になるのでぜひ参考にしていただければと思います。それでは